スズメ属は旧世界に分布する鳥類である。体長10から20センチメートルほどで、スズメ目の中では小型の部類に入る。体つきは丸みを帯び、お葉は短く、くちばしは短い円錐型をしている。体色は茶色から灰色で、しばしば黒、黄色、白の斑紋が入る。稲花植物の種子を食べる生活に適応したグループで、くちばしはその植生に適し、体色は 草原の枯れ草や土、砂に紛れる。ほとんどの種は温暖なアフリカやユーラシア南部の明けた土地に自然分布する。数種は人の居住地周辺の環境に適応しており、特にイエスズメは本来の分布域と考えられている中東家、ナイル川下流域からユーラシアの広い地域に分布を広げ、人の活動とともにアメリカ州とオーストラリアにも帰化した。イエスズメには及ばないが、 スズメも、オーストラリアとアメリカ合衆国のミズーリ州とイリノイ州に、帰化している。スズメ族の鳥類は、種と営養場所によって、干木、樹上、軌道、建物、屋根藁、大型の鳥の巣などに乱雑な巣を作る。一度に散乱する、卵の数は8個までで、両親で12から14日放卵し、若鳥は孵化後14日から24日で巣立つ。主に地面で種子を食べるが、 繁殖期には特に小型の昆虫類を捕食することもある。イエスズメやハエガシラスズメなど数種は都市部で残飯を砂取り、ほとんど雑食性と言える。スズメ属の鳥類は群れで行動することを好み、中には美しいサイズリを持つ種もある。種の数については、地理的に異なるグループをア種とするか独立した種と、するかで学説が分かれ、15種から20種が数えられる。 パサーアメデインドリーノーメンスズメ南ロシア、トルキスタン、モンゴル、中華人民共和国の赤坂のカンボックハローキシロンアンモデンドロンが密生する、乾燥地帯に生息する。パサーキャステナプタースクリバネスズメソマリア北部、ジブチ、エチオピア、ケニアに分布。パサーコレダファニカスコレドファーカスズメパサーディフューゼス。南ハイガシラスズメアンゴラ。 ザンビアから南アフリカ共和国にかけてのサバナやソリンに生息するハイガシラスズメのア種パサ・デュアメスタカスイエスズメスズメ属の中で最も繁栄している種でユーラシア大陸西部南北アメリカオーストラリアと広く分布しているヨーロッパにはスズメとイエスズメが生息しているが 全長約16.5センチメートルと体格に勝るイエスズメが徐々に生息域を広めている。北アメリカ大陸にはもともと生息していなかったが、19世紀半ばにニレの木につく害虫駆除のためにイギリスから持ち込まれたのをきっかけに全米で繁殖するようになった。パサーエミニビークリーロスズメ中央アフリカの乾燥したサバナに分布する。 パサーユクロレスアラビアコガネスズメ南西アラビア半島、ソマリアとジブチの沿岸部に分布し、トゲのある寒木の生えたサバナや乾燥地を好む、コガネスズメの亜種とする説もある、パサーフラビアラスセアカスズメミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、マレー半島に分布、パサーゴングネンシスハシブトハイガシラスズメ東、アフリカ中部の乾燥した低地に分布する、 ハイガシラスズメのアッシュ、またはレースとする説もある。パサーグリーススハイガシラスズメ熱帯アフリカの多くの地域の流暢、ソリンから民家の近くまで様々な開けた環境に生息する。樹状、屋根藁、古い鳥の巣などを利用してカップ状の巣を作る。スペインスズメのユーパサーヒスパニオレンシススペインスズメ、地中海沿岸と南アジアの温暖な地域に分布する。 イエスズメと似ており、主観雑誌を作る。イタリア、地中海盆地の当初と、北アフリカに分布する、イタリアスズメとは、同種の可能性がある。パサー・ヤゴンシス・カーボベルデセアカスズメ・カーボベルデ諸島の、ほとんどの島に分布する。生息地の環境は様々だが、特に溶岩平原、砂漠、寒木の生える乾燥地を好む。スペインスズメがいない地域では、市街地でも見られる。 雨季の始まる8、9月頃から、まばらなコロニーを作って繁殖する。崖や壁に開いた穴に草で巣を作り、中に毛や羽毛を敷く。アフリカ大陸に分布する、オオスズメの足とする説もある。パサー・インスラリス・ソコトラスズメ・イエメンのソコトラ島、アブドゥル・クーリン島、アフリカの各地域の沖合の当初に分布。乾燥地帯と街を好む、オオスズメの足とする説もある。 パサールティアスコガネスズメサハライナンのナイジェリアからスーダンにかけて分布する。アケタ、サバナ、ハンサバク、カンボクの生える乾燥地、穀類の形を好む。大きなコロニーを作って繁殖し、木の小枝でとても大きく乱雑なドーム状の巣を作る。オスの頭部と腹部は鮮やかな黄色で、背と翼は焦げ茶色をしており、繁殖期の灰色は特に鮮やかである。一般に、 地味な灰色のスズメ属では珍しく美しいので、貝鳥として飼われ、人気もあるが、寒さに極端に弱いため日本での飼育は、かなり難しい。パサーメランリースホーグロスズメアフリカ南部の乾燥地帯に分布。パサーモーヒティカスペルシアスズメヨルダン川と、視界周辺、イラク、イラン、アフガニスタン西部に分布。水辺に近い、巨竜などの寒木の生える乾燥した低地で繁殖する。 樹上に巣を作る。パサーモンタノススズメユーラシア大陸を中心に世界に広く分布し、草原、農耕地から都市部など人の生活圏を好む。パサーモーティテンシスオスズメアフリカの木の生えた乾燥したサバナと町に生息する。パサーピロナタスインダススズメイラン、パキスタン、西インドのカーティアワール半島に分布。背の高い草や、干木の生えたところに生息する。 ケニアアカスズメパサールーォーシンクタスケニアアカスズメチャド南部スーダンソマリアウガンダケニアタンザニアに分布する木の生えた乾燥したサバナや町を好む大オオスズメの足とされることもあるパサールータランズニューナイスズメホーに黒縁がないスズメで東アジアに分布する森林に生息し人里にはあまり進出しない軌道に影奏しキツツキ類のフルスを よく利用する。パサーシェリーシェリーアカスズメサバクスズメ、パサーシンプレックスサバクスズメ北アフリカ及び中央アフリカとイランからロシアにかけての砂漠や砂地に生息する。人を恐れず民家の泥壁を利用して巣を作ることがある。スワヒリハイガシラスズメパサースワハリカス、スワヒリハイガシラスズメケニア南部とタンザニアのサバナに生息する。近年までは ハイガシラスズメのレースとされていた、タンザニア南部で、ハイガシラスズメと雑種を形成することがわかっている、パサースウェインセ部無地ハイガシラスズメエチオピアと、ソマリアの高原に生息する、ハイガシラスズメのアッシュ、または、レースとする説もある、ありがとうございます。